お笑いタレントの野沢直子さんが、夫で元ミュージシャンのボブさんと離婚することが分かりました。野沢さんは、毎年夏になるとアメリカのサンフランシスコから日本に手稼ぎに訪れており、今年も7月から日本に滞在中です。週刊誌、週刊文春によると、野沢さんは、 1911年に芸能活動を休止し、すべてのレギュラー番組を降板した後、渡米してバンド活動をしていた時にイボブさんと出会い、1993年に結婚しました。その後、長女の真珠さんが1913年の10月に、次女のサンゴさんが1915年の10月に、 そして、長男の海さんが2001年の1月に誕生しました。ボブさんとな子さんは、結婚記念日にお互いにタトゥーを入れたり、テレビ番組でラブラブぶりを披露していました。2021年2月に、ボブさんが還暦を迎えた際には、ブログで家族全員が集まって家でお祝いしたことを明かしました。しかし、 その後は、ボブさんに関する情報がブログには掲載されず、週刊文春が取材を進めた結果、離婚協議中であることが判明しました。カリフォルニア州のサンマテオ郡裁判所のサイトには、ボブさんが昨年から離婚裁判をしていることが記載されています。野沢直子さんは、昨年10月に出版されたエッセー、 置いてきたけど。まあ、っかで、熟年離婚について触れ、離婚の可能性を匂わせていたと報じられました。週刊文春は真相を確かめるため、野沢さんの所属事務所、吉本工業に離婚に関する問い合わせをしたところ、 プライベートについては回答を差し控えると回答されたそうです。この報道を受けて、ネット上では様々な意見が出ています。離婚をしたら日本で本格的に芸能活動をしそう。子育てが終わってから夫婦のすれ違いや考え方の違い、残りの人生を考えると、離婚は悪い選択肢ではないと思う。やっぱり、 破天荒、不思議ちゃん、異次元系みたいな女って結婚生活維持難しいな。この夫婦大好きだったから、残念な気持ちもあるけど、各家庭見えないところで色々あるよね。ボブの土地狂った絵とか面白くて大好きだったな。野沢直子さんは2021年を最後にブログでボブさんに触れることはなくなっていましたが。 インタビューではボブさんの仕事について語っており、4月に配信されたチャンとウェブのインタビューでは、今は彼が働いて私が専業主婦のような状態と明かしました。夫婦仲は良好なイメージがあったため、昨年から離婚裁判中というのは少し驚きましたが、 野沢直子さんは2020年4月にブログでスーパーに長時間並んでようやく購入できた大好物のクラッカーをボブさんに食べられてしまったことにイライラしこういうことからコロナ離婚が起きるんだろうななどと書いていましたこれらのちょっとした不満の積み重ねや子育てを終えたことでお互いに自由に過ごそうと離婚を決断したのかもしれません 野沢直子さんは、離婚によって専業主婦ではなくなりました。彼女は昨年に、置いてきたけど、まあ、いっか、という本を出版し、また、新たに、半月の夜、という小説も出版しています。野沢さんは、作家、陸直次郎さんを祖父に持ち、 2010年に作家デビューしてから、数冊の著書を出版してきました。ボブさんとの離婚を機に、彼女はタレント、作家としての活動を本格化させるつもりのようですね。お笑い芸人の野沢直子が、離婚の話し合いを行っていることが、週刊文春の取材で明らかになりました。野沢は、 破天荒なキャラクターが今でも注目を浴びています。1980年代に放送されたコント番組、夢で会えたら、では、ダウンタウンやウッチャンナンチャンと共演し、今年も帰国した際には、南原清高や清水道子らと居酒屋で会食した写真を公開しています。また、プライベートでは、 歌手の河本広人との浮き名を流したこともあるそうです。野沢は人気絶頂の1991年に渡米し、93年には米国で出会いったロバート、オークレア氏、通称ボブと結婚しました。ボブはマサチューセッツ州出身の元グリーンベレーの軍人で、野沢とは バンド活動を通じて出会ったそうです。野沢はブログで夫への愛をたびたび紹介してきましたが、2021年を境にボブに関する投稿が途絶えてしまいました。一体、何が起きたのでしょうか。実は、二人は離婚に向けて競技中なんです。 昨年10月に刊行された野沢の著作、置いてきたけど。まあ、いっか。では、人生100年時代、離婚する人も増えるだろうな、と思っている。結婚はいいことなのかどうか。幸せなのか不幸なのか。そんなことは誰にもわからないと思う。 熟年離婚について触れるなどにおわせはあった。野沢の所属する吉本工業に問い合わせをしたところ、プライベートについては回答を差し控えます。との返事がありますが、少子が調べを進めると、カリフォルニア州サンマテオ郡裁判所のウェブサイトに、次のような情報が掲載されていました。訴訟情報ロバート、野沢次直子、 オークレアー低素日2022年4月19日訴訟種別解消30年連れ添った夫婦に今何が起こっているのかはい日本語でお答えいたしますどのくらいの長さの文章をお望みですか具体的な要件を教えていただければそれに合わせた回答をお伝えいたしますタレントの清水美智子が 8日深夜放送の中京テレビ宇多田上田にゲスト出演し、交友関係について語った。上田深夜から最近、誰と遊んでるんですかと聞かれた清水は、今月は野沢直子が帰ってくるので、この間は光浦さんとずっと遊んでいた、と答えた。また、 芸人以外では、ミーシャさんとか、ビバリー聞いてくれてるの、良い子だよ、と日本放送のラジオ番組、高田文夫のラジオビバリーヒルズのリスナーであることを明かし、一緒にカラオケに行ったこともあるし、浅田美代子さんの家にも行った、とも述べた。ミーシャとカラオケに行った際は、 本人の曲を歌ってもらうこともあるという。清水自身は、モノマネの得意な松藤や弓の曲を歌うそうだ。この話を聞いたふとした理科が、ミーシャの歌を聴いても、自分は入れないよね。はと質問した。さらに、松藤や弓を真似て歌うことに恥ずかしさを感じず、卒業写真、 のイントロが流れたら、地声で歌うと言われても困るかもしれません。